大谷翔平さん、成績がぶっ壊れる。打率3割1分2厘、本塁打31本、打点74、OPS 制34、盗塁24、安打124、得点79、喫塁率3割9分9厘、長打率6割3分5厘、FO 5.3、投手リハビリ中。バケモン。ようやっとる。野球の神様やろ大谷さん。打率が物足りない。打率より打点だろ。3倍打点に寄付し、3番くらいを打たせるべきじゃね。スリーランとマンデーホームランも打て。50本間に合うかな。トリプルスリーいけるかな。ウォーがあんま伸びてないな。7月頭の時点でウォー 5.0 はあったぞ。ウォーが伸びないのはやっぱ DH 戦だからか。というか現状ここまで DH で1位なのがありえない異常すぎる。通訳に20億奪われて新居盗撮されてリハビリ中でこれ。Y が死ぬまで大谷以上の日本人メジャーリーガーは出てこないと思う。もう完全に麻痺してるわ。日本人が MLB で打撃部門がどれかでも10決に入ってるだけですごいのに。